ピラミッドの謎。未だに多くの謎を残し、長年研究が続けられているギザの三大ピラミッド。その中でも最大のクフ王のピラミッドでは、昨年新たに未知の空間が発見されました。当時は今世紀最大の発見とも言われていたほどで、未だに新しい謎が発見されているほど、ピラミッドにはまだまだ多くの謎が残されていることがわかります。そんなピラミッドについて近年噂されているのが、古代エジプトに存在したフリーエネルギー。どうも皆さん、チャオモカです。今回はクフ王のピラミッドが作られた本当の目的について見ていきます。ピラミッドといえば古代エジプトの王たち、つまりファラオの墓というイメージがありますよね。それ以外にも古代の英知が眠っているという話や、日本とピラミッドの関係もよく噂される話です。最古のピラミッドと言われているのは、エジプトのカイロ南部、サッカラにあるピラミッドで、約4600年前に建てられたものです。そして、最大のピラミッドが、約4500年前に建てられた、クフ王のピラミッド。クフ王のピラミッドは高さ約147メートル、底辺の一辺は約 230.37 メートルのほぼ正方形になっており、4つの面はそれぞれ東西南北を向いています。約4500年前の地球でこれほど正確な建築技術が存在していたことは誰もが驚くところですよね。世界七不思議の中で最も古く、唯一ほぼ無傷で残っているピラミッドです。ピラミッドは現代の最新技術を用いても再現不可能だと言われています。重さ5トンから15トンにもなる石を230万個も使用。そしてピラミッドのあまりにも正確すぎる建築技術は、現代の重機を使用したとしても再現することは非常に困難だと言われているんです。特に石と石を接着している接着剤についても、原料は未だに謎で、コンクリートよりも硬く寿命も圧倒的に長いんです。さらにピラミッドの内部は外部の気温に関係なく、常に20度前後に保たれています。そして奇妙なことに、地球とピラミッドの大きさの比率は 43,200 対1になっており、この 43,200 という数字は地球において重要な数字だと言われているんです。例えば赤道の長さを 43,200 で割ると927.5メートルで、これはクフ王のピラミッドの底辺4つの合計とほぼ一致するんです。さらに北極から南極までの距離を 43,200 で割ると147.1メートルで、これはクフ王のピラミッドの高さと完全に一致しています。いや、なんで割った？そして四角錐の形に見えるクフ王のピラミッドは、春分と秋分の日にだけ上空から見ると八面体になっているのがわかります。なぜか年に2回、しかも春分と秋分の日にだけ八面体に見えるんです。これは太陽の位置関係により、側面のわずかに曲がっている角度で影が作られることで見られます。このわずかな角度の歪みは、地上からは確認できないほどのほんのわずかな凹みなんです。ちなみに春分の日と秋分の日は昼と夜の長さが同じになりますが、その時間は約何秒か知っていますか？そうなんです、 43,200 秒なんです。またクフ王のピラミッドが位置しているのは北緯 29.979458 度で、これは光速を表す秒速2億 99,792,458 メートルと完全に一致しています。さらにクフ王のピラミッドの外接円の円周と内接円の円周の差も高速とほぼ一致しており 299.79613 メートル。また底辺の長さの合計からピラミッドの高さの2倍を割ると円周率とほぼ一致し、ピラミッド基部周辺の長さは高さを半径とする円の円周に等しくなっているんです。ここまでの奇妙な数字の一致は明らかに意図して作られたものであると考える専門家も多く、当時の技術者は地球の大きさや形だけでなく、光の速度などの物理法則すらも正確に把握していたと言われているんです。円周率にも関係していることを考えてみると、地球が球形だということにもすでに気づいていて、円周率すらもすでに導き出していたのかもしれませんね。ピラミッドの正体。ピラミッドといえば古代エジプトの王、ファラオたちの墓と考えている人も多いですが、実はピラミッドが単なる墓として作られたという説は、いくつか不可解な点があると言われているんです。確かに周辺にファラオたちのミイラが埋葬されているため、墓としての役割を持っていることも確かですが、多くの芸術品や高価な金製品なども一緒に埋葬されていることから、古代エジプト人の思想でもある、死後こそが真の始まるというものから来ていると考えられています。
ています。そして多くのピラミッドは王家の谷という場所に集中しており、古代エジプト神話の信仰や死後の世界に関する内容がヒエログリフや壁画として残されています。この点から考えると、ピラミッドに多くの金製品がファラオのミイラと共に埋葬されていることにも納得がいくかもしれませんが、それならば最大のピラミッドであるクフ王のピラミッド内部はより豪華な内装になっていると考える方が自然ですよね。ところがクフ王のピラミッドにはほとんどヒエログリフや壁画もなく、金製品や芸術品が一緒に埋葬されていた記録もないんです。さらにピラミッド周辺から多くのミイラが発見されているものの、ピラミッド内部からミイラが発見されたという情報も現時点ではないことから、本来ピラミッドは墓として作られたものではないという可能性の方が高いと言われているんです。ではピラミッドが墓じゃないなら何のために作られたのでしょうか。近年注目されている衝撃の説が、ピラミッドは発電所だった。いや、そんなわけないやろと思う人も多いかもしれません。ですが、この説にも様々な根拠が挙げられているんです。ピラミッド内部にはドロマイトという物質が使われていますが、このドロマイトは電気伝導性が高い物質です。そのため内部にある空気はわずかに帯電しています。そしてピラミッドの表面は石灰岩が使用されており、その原料はピラミッドから 800km も離れた場所からわざわざ現地まで運んできたことが明らかになっています。ところがわざわざ 800km 離れた場所まで石灰岩を取りに行かずとも、ピラミッドの周辺でも石灰岩を取ることができたんです。ですがピラミッド周辺で取れる石灰岩には金属成分が含まれ、わずかな伝導性があるのに対して、ピラミッドの表面に使用されている石灰岩は完全な絶縁体で電気を全く通しません。わざわざこの石灰岩を選んで 800km も運んできたことから、ピラミッド表面を絶縁体で作りたかったことがわかります。その目的はピラミッド内部に電気を溜め込むためだったと考えられるんです。またピラミッド内部にある王の間と女王の間の大回廊は花崗岩で作られており、花崗岩の性質として圧力を受けると電圧が生じ、両面にそれぞれプラスとマイナスの電荷を生じます。そしてその2つを組み合わせることで電気回路を作ることができるんです。現代でも花崗岩のこの性質は時計やテレビにも利用されています。そしてピラミッド内部に存在するほどの量の花崗岩に圧力を加えると莫大な量の電気が発生すると言われており、発電所として作られたのではないかと言われているんです。では当時の人々はどのようにしてこのピラミッドを発電所として使用していたのか。ドイツの国立大学ハノーファー大学の論文に興味深い説が挙げられています。クフ王のピラミッドの地下の間の下にはかつて地下水脈が存在した痕跡が残っているそうです。この地下水に 432Hz の周波数を当てることで地下水が振動し音波が発生、そして地下の間からピラミッド上部にその振動を伝達させます。さらにその振動が女王のままで伝達すると化学反応が起こり水素が大量に生成されます。この大量の水素が大回路を通って王の間に流れます。大量に流れ込んだ水素ガスにより圧力が高まり、花崗岩に圧力がかかると大量の電気が生成されるという仕組みだそうです。これによりピラミッドの発電サイクルが起動し、一度この発電が始まると誰かがサイクルを止めない限り永続的に電力を生み出し続けることが可能だと言うんです。つまりこれは現代人が成し遂げていない、あのニコラテスラが実現させようとしたフリーエネルギーが太古の昔に実現されていた可能性を示唆しているんです。そしてこの生成された電力はピラミッドの上部にあるキャップストーンから取り出すことができると考えられています。キャップストーンは1000年以上前に盗まれており、わざわざキャップストーンだけが盗まれていることや、ピラミッド上部に置かれていた大きさから推察すると金か銀を加工して作られていたと考えられます。金と銀はどちらも伝導性が高いため、キャップストーンから電気を放出していた可能性が高いと言われているんです。そもそもニコラテスラが作ろうとしていた装置もこのピラミッドの仕組みを利用していたと言われているんです。そしてテスラは世界各地に受信機を作ることで各地に電気を送ることも考えていました。ピラミッドも同様に各地に存在していることから、各地にあるピラミッドはクフ王のピラミッドで生成された膨大な電気を受け取る受信機としての役割を果たしていたのかもしれません。
ニコラ・テスラが作ろうとしていたフリーエネルギーは利権を守るために消されたと言われていますが、ピラミッドが墓だと言われ続けていることも、ピラミッドがフリーエネルギーを実現できる発電所である事実を隠すためだったのかもしれませんね。ぜひ皆さんの感想をコメント欄で教えてください。ということで、今回の動画が良かったという方はチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。